予約したんだけど。名前は？ジョン・スミス。なんでコピーするの？今見せたよ。ダメだよ。ホテルガジョエン東京の新入社員43人に向けて警視庁がリモート形式でテロ対策の訓練をしました。モニターに映る不審者役の警察官に対して新入社員がフロント対応をします。異常に多い荷物が客室に運び込まれたりパスポートの提示を拒む客がいたりしたらすぐに警察に通報するよう呼びかけられました。